はい。酒好きな元新潟人の飲酒とはです。今回はチューハイですね。とっても酸っぱいレモンの酒。レモンホリックらしいです。という名前なのかな。こちらは結構珍しいんですが、ドンキホーテで売ってました。シチリア産レモン果汁 15%。アルコール度数 4%。ちょっとアルコール度数が少ないですが、酸っぱい好きが求めるお酒、レモンホリックがハイボールになりました。だって。原材料名が、レモン果汁とウォッカとスピリッツと、加糖ブドウ糖液糖と、酸味料と炭酸ガスと香料です。完璧。酸っぱい。でも甘味料使われてないから美味しいですね。あー酸っぱい。あー結構酸っぱい。ただ、なんだろう、それ以外に言うことがない。あ、酸っぱいですっていう。酸っぱい。以上。別に甘くもないし。レモンホリック。レモンホリックって何だろう。あ、これの。あれがある。これの、いわゆるパウチバージョンがあるみたいですね。500cc の、なんか、アルコール度数 12% の、やつがあるみたいです。適当に炭酸で割ったりして飲むんだろうね、これね。あ、1リットルのやつもあるわ。フォトジェニックカクテルって何？フォトジェニックカクテルがどうのこうのって言ってるんだよ。なんだ？あ、いわゆる炭酸で割るやつね。あ、これみたいなもんなんだろうな、多分な。レモンホリック。酸っぱい。まあ、
酸っぱいだけだ。これ微妙ですね。ただ酸っぱいってだけやな。まあ三つ星ぐらいでいいだろう。3343です。ご視聴ありがとうございました。